皆さんこんにちは。ご紹介ありがとうございます。私たちめったに表舞台には出ませんが、エミリンズと申します。大きな祭りでこうして、桜の下で踊れることを楽しみに、今日桜色の衣装にして、今日のために衣装を作ってやってまいりました。人数は少ないですが、曲と踊りは、よさこいの母、国友須賀先生からいただき、18年間ずっと大事に踊ってまいりました。今日たくさんの皆さんに見てもらえることをすごく、楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いいたします。Stop!